放送席、そしてマリンスタジアムにお越しのファンの皆様、勝利監督インタビュー西村監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。ナイスゲームでした。涌井本橋両投手を打ち崩して2勝1敗5カード目の勝ち越しということですが、いかがでしょう。攻撃陣がですね、よく点を取ってくれてます。はい。で、小野慎吾も、1回はですねちょっとコントロールに苦しんだんですけども、2回から立ち直ってくれまして、本当にいいピッチングしてくれたと思います。チャンスに畳みかけるこのしっかりとした打線、いかがですか。いや、もうよくですね、選手たちがやってくれてると思います。はい。さあ、これで首位を走るマリーンズ、そして来週札幌へ乗り込んでいきます。3連戦に向けて一言お願いします。明日移動日1日ありますんで、また体をゆっくり休めて、もう一回気を引き締めて頑張ってきます。はい。素晴らしいゲームでした。勝利監督西村監督でした。